back to the second part of Dragon Ball Z Kakarot. We did a live stream for the first part, so let's continue, let's play it. I'm really enjoying this, I'm a huge fan of Dragon Ball, so let's continue, let's go, let's play it. Not good. なんという脆い民族だ。大きなパワーを持ったやつがいる。距離4880カカロットか。なんだ今の。 とてつもないパワーを感じる。 何者か知らんが、行ってみるか。 孫悟空とは違う。すぐに片付けてやる。頭ごときでは俺は倒せんぞ。 そうなやつがいる。いつでもいいぜ。かかってこい。その程度だったか。 もう少し探ってみるか。ほう。すぐに片付けてやる。じゃあ、止まれ。
その程度だったか。これまでに感じたことがない圧倒的なパワーだ。カカロットじゃない。何者だ貴様。お前などに用はない。カカロットと思ってきてみれば、こいつナメック星人か。では何しにここへ来た。死にたいのか。えらく威勢がいいな。ん、戦闘力322だが、所詮俺の敵ではない。貴様、俺をなめるなよ。少しは楽しませてくれるんだろうな。なんだこいつのパワーは。ザッハッチャ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 ッさっきまでの威勢はどうした。もう終わりか。一体どうなってやがる。チーズ、わかめシフバレーシャーうんチーズ、チーズ、チーズおぉ技だ。バレーうんチーズ、チーズその程度か。その程度か。今度は俺の番かな。では技の見本を見せてやろう。ん？もう一つ大きなパワーがある。今度こそカカロットだ。バカな。一体奴は何者なんだ。どこへ向かうつもりだ。
成長したな。だが一目で分かったぞ、カカロットよ。父親にそっくりだ。ま？カカロット、この星のありさまは何だ？人類を死滅させることが貴様の使命だったはずだ。今まで何を遊んでいた？おめえ、一体誰だ？何者なんだ？何もかも忘れてしまったとは厄介な野郎だ。いいだろう、思い出させてやる。貴様はこの星の人間ではない。生まれは惑星ベジータ、誇り高き全宇宙一の強戦士族サイヤ人だ。そしてこの俺は貴様の兄ラディッツだ。でたらめだ、でたらめ言うな。貴様はこの星に住む邪魔な人間どもを絶滅させるために送り込まれたのだ。我々サイヤ人は環境の良い星を探し、そこに住む者を絶滅させてから異星人たちに高く売るのが仕事だ。この星のようにレベルの低いところにはお前のように赤ん坊を送り込む。幸いなことにこの星にも月があるしな。もしそれが本当のことだったら、ひでえやつらだ。おい、ここには月があっから、なんで幸いなんだ。とぼけるな。月が深淵を描くときこそが我々サイヤ人の本領を発揮できるときではないか。はあ、何のことかさっぱりだ。もういい、クリリンの言う通りだよ。そんな奴ら最低だ。俺はここで育った孫悟空だ。とっとと蹴れ。ところがそういうわけにはいかんのでな。惑星ベジータが巨大隕石の衝突で爆発してしまったのだ。残ったサイヤ人はお前を含めてもたったの4人しかいないのだ。ついこの前、非常に高値で売れそうないい星が見つかった。そこを攻めたいのだが、3人では苦戦しそうなんだ。そこで思い出したのがカカロット、お前が3人に加わってくれればなんとかなる。目を覚ませ、カカロット。楽しいぞ、サイヤ人の血が騒がんか。赤言ってろ、そんなこと俺は死んだって手貸すもんか。なるほどな。後ろの尻尾が生えたガキはお前の子だろう。その息子を貸してもらうとするか。それ以上近寄ってみろ。やれるもんならやってみるがいい。ご飯は絶対渡さねえ。おめえなんか兄ちゃんでも何でもねえ。思い出せ、カカロット、サイヤ人の誇りを。やばい、はっ、よし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 、はい。ところで貴様、尻尾はどうしたんだ。ちょっと目に切れてなくなった。なんということだ、愚か者め。じゃんけん。そうだ、決めたぞ。今度の星を攻め落とした。次のターゲットはこの星だ。この星のやつらなど我々サイヤ人3人にかかればたったの1ヶ月で絶滅できるだ。その程度の力じゃ息子は守れんぞ。カカロットよ、子供を預かっておく。生きて返してほしければ兄の命令を聞くんだな。
逆らおうなどと考えても無駄だぞ。ブルマ、ドラゴンレーダー持ってっか。そうか、ゴハン君の帽子のてっぺんの飾り、ドラゴンボールだったわね。よし、行くぞ、一か八かだ。お前一人では無理だ。ピッコロ、貴様でもこの俺でもまともに太刀打ちできる相手ではない。だが俺と貴様が組めば倒せる可能性が少しはある。確かに。しかしおめえが手を組むなんてどういう風の吹き回しだ。勘違いするんじゃない。地球の平和も貴様の息子も俺にはどうでもいい。俺が世界征服するには奴が邪魔なだけだ。奴と仲間とやらを片付けたら、貴様をぶち倒して今度こそ世界をこの手にいただくつもりだ。そうはさせねえ。けんど二人が組むっちゅうとこまではいい歓迎だ。その方法しかねえみてえだな。そういうことだ。ナイス。ナイス。よし。ね。史上最強コンビ、囚われのご飯を救え。孫悟空、ぐずぐずするな。あのラディッツとかいうやつが言っていたサイヤ人のことは覚えてないのか。ああ、全く覚えてねえ。兄貴がいたなんてことも全く知らなかったんだ。何か戦いに備えて手がかりがあればと思ったんだがな。
don't know if it's here. あいつの弱点は多分尻尾だ。尻尾を強く握れば息が抜けてしまうはずだ。オーラがそうだった。どうやって尻尾をつかむかだな。お、こりゃすげえ木の塊だ。近いぞ。そろそろ下に降りて近づこう。無駄だ。やつは妙な機械で俺たちの位置や強さが分かるらしいぜ。俺たちが近づいているのも気づいているはずだ。そうか、真正面からやるしか道はねえわけだ。セコンダリベスト。おっす。え、ああなあ。わかった。え？ありがとう。よし。OK。For some reason they are not on. Ha! I already did it. But okay. 警戒信号が戦闘力710。どこだ？何？あのガキだ。クソ。反応がもう一つ。ここに向かってく。一つ二つ来やがった。貴様ら一体ここへ何し。決まってんだろう。オラの子を取り消しに来たんだ。オラの息子はどこだ。ギャーギャーうるさいからそこに閉じ込めただけだ。それよりまさか二人でかかれば勝てるなどというバカの身のほど知らずとはこのことだ。我が一族の恥だ。死んで。勝負ってのはただ強くいいってもんじゃねえか。こっちが作戦なんだ。ほいで何がしたことだ。この程度の力には仲間にするのはやめて。ただの足手まといになれそうなんでな。力が。ほっ。もうお遊びはこれまでだ。二人がかりでこれじゃまるで話にならんな。せっかくの忠告を聞かずに歯向かうような愚か者には死あるのみだ。貴様らが死ぬ前にいいことを教えておいてやろうか。俺の他に生き残った二人のサイヤ人はさらに戦闘力が上なんだぞ。な、孫悟空、貴様新しいとっておきの技なんかないのか。へへ、すまねえな。はっきり言ってねえよ。ち、俺は真面目に修行して新開発したってのによ。本当か？どう作戦を立てようが無駄だ。さっさとくたばってしまった方が楽だぞ。
だがこの技は気を貯めるのにやたら時間がかかる。貴様、その間やつと一人で戦って動きを止めろ。わかった、食い止めてみっか。せいぜい踏ん張ってくれよ。魔眼鏡殺法。ふん、しつこいやつめ。貴様だけだと、どっちが先に片付けられたいか相談でもしていたのか。やれるつもりはねえさ。お遊びはこれまでだ。力を自在に操りやがる。油断したな。チャンプをつかんだぞ。貴様、いつの間に。でかしたぞ孫悟空、しっかり尻尾をつかまえておけ。もうやめた。おとなしくこの星から引き上げてやる。騙されるなよ孫悟空。寝任せを言ってるだけだ。
頼む、信じてくれ弟よ。お願いだカカロット、信じてくれ。貴様のような間抜けは珍しいぞ。まんまと引っかかるとはな。俺は弟であろうが殺すことに何のためらいも持たん。出る！そら！そら！もっと苦しみ、次は近いぞ。次は貴様の番だぞ。これでは避けられる。このガキ、くさまれ！くさま、まだそんな力か。ピッコロ、早くその技を。魔漢光殺法。この俺がこんな奴らに やられるとは。つまみやがり。まさかカカロットのやつが己の命を。バカめ、孫悟空はすぐに生き返ることができるんだ。何？この星にはドラゴンボールといういいものがあるんだ。そいつに頼めばどんな望みだろうと可能になる。死人を生き返らせること。くそったり。だがいいことを聞く。これまでの状況は全てはるか宇宙にいるこの俺がやられた。その二人がここにやってくるな。一年。さらに強い。今度こそ、貴様、一年の。なるほど。そういうことだ。悟空ってば、お前らしくないぞ。しっかりしろ。クリリン、死ぬっちゅうな。結構、嫌なもんだな。まあな。でも、安心しろ。すぐに生き返らせてやっから。消えおったぞ。そうか、神のやつの仕業だな。しかし神様じゃったら安心してよかろう。貴様らはドラゴンボールを探せ。神のやつとて命をよみがえらせるほどの力はない。だがその孫悟空の息子はこの俺が預かる。何？嘘だろ。どうするつもり。このご飯とかいうガキは訓練次第で強力な戦力になる。1年後にやってくるという2人のサイヤ人を迎え撃つに、そのためには
この俺が鍛えてやるしかなかろう。孫悟空が蘇ったら楽しみに待っていると伝えておくんだな。その頃、地球より遥か彼方の宇宙のある星で、ラディッツめ、死におった。情けないやつだ、まったく。しかし、面白いことを言っていたな、ドラゴンボールとか。どんな願いでも叶うらしいぞ。よし、行こう。ラディッツを生き返らせるんだな。冗談言うな。あんな役に立たんやつはもういらん。俺たちがこのまま年老いもせず永遠の命をってのはどうだ。永久的に戦闘を楽しめるぞ。なるほど、そりゃいいぜ。二人はドラゴンボールを使い永遠の命を手に入れるため地球へ向けて飛び立つのであった。というわけで、修行させたく生身のまま伺ったわけです。どうか閻魔大王様、こやつを海王様のもとへ伺う。あー、なるほど。天国へ行けるもの、わざわざ危険を冒してまで100万キロもある蛇の道を通り海王様に会いに。はい、よかろう。そんなに行きたければ海王様のところに行くがよい。ただこの1億年でわし一人しか通っておらぬほど非常に険しい道のりだぞ。結構厳しいんだな。分かった。ところでさ、オラのちょっと前にラディッツっちゅうやつ。ああ、確かに来たぞ。暴れなかったか。暴れた暴れた。暴れおったがこのわしが。強えんだなおめえ。おめえと来たが、あのな、わしは閻魔大王だぞ。分かっておるのか。要するにすんげえ。全然分かっておらんな。強だが頭だってよくなければ務まらん。事務処理能力。事務処理。よし、このわしの仕事を理解できるようクイズを出して。おら急いでんだけどな。やっぱりなし。ああ、そりゃねえぞ。わかった。最初から素直にしておればいいんだ。まあいい、それでは始めるぞ。正解だ。いろんな星々ここまで暴れるやつはそうはおらんがな。よし、それでは。正解。当然わしの方がずなあ地球のか。はい、その通りでございます。よし、それでは次の問題だ。その通り、正解だ。何者だろうが死ねばここに。お前の兄がそうだったようにな。では次の問題だ。やるの、正解じゃ。まったく、ドラゴンボールというやつには参るわい。一度やったわしの仕事がなかった。まったくだ。なあ、地球の神よ。それはその。まあいいわい。So, hell.More powerful, if it's possible.
正解じゃ。やった。え、恐れながら今は5問目かと。何、ひーふーみあら、ちょっと試しただけだ。わしの過ちを見抜けるかどうかという、それが真の5問目だったのだ。さすがにちょっと厳しい言い訳ですな。ん、聞こえたぞ地球。お前が死んだら、お許しください。さすが地獄耳、なんちゃって。お前ギャグのセンスないの。まあええわい、海王様のところに行くこと。サンキュー。お前やっぱりわしを尊敬しとらんの。そんなことねえよ。ねえです。まあええわい、さっさと海王様のところへ行ってこい。ではな、頑張るのだぞ。あ、よくわかんねえけど、その海王、いい加減に目を覚ませ、孫悟空の息子よ。誰なの？いいか、俺の話をよく聞け。まずお前の父は死んだ。少しは覚えているだろう。あの男を倒すために犠牲になったのだ。悟空のやつは仲間がドラゴンボールを集めてきっと生き返らせるはずだ。しかし問題はそんなことではない。ラディッツは何とか始末をしたが、1年後にやつよりもっと恐ろしい仲間が2人やってくるらしい。そうなったら孫悟空が生き返ったところで俺とやつだけではまるで勝ち目はない。お前の力が必要だ。修行で戦術を身につけ、共にこの地球を守れ。切り札はご飯。サバイバル特訓開始。そんな僕なんか全然戦えないよ。ガタガタ抜かすな。この俺が戦い方を叩き込んで最強の戦士にしてやる。わかったな。修行って何をすればいいの？たった一人ここで無事に生き延びてみろ。6ヶ月経ってお前が無事に生き延びていたら戦い方を教えてやる。じゃあな。Oh, we are going to be going. Okay, it will be a challenge. Alright guys, we reached the end of this video. Hope you guys enjoy it. We'll continue next video. Bye bye!